皆さんこんにちは。パークで野郎の姿で歩いてたら、もしかしてつむぎむさんと声をかけられて死んだつむぎむです。なぜバレた？でも USJ ファンの人って顔の識別能力に長けてるというか、ホラーナイトとかの厚化粧ゾンビメイクでもどのキャストさんか当てられるって言いますしね。私なんて小松菜奈とあいみょんの見分けもつかんのに。さて、1月の USJ は閑散期ガラガラのはずです。さて、1月のパークですが、皆さんもご存知、閑散期。これといった目新しいイベントとかもないので、比較的過ごしやすいシーズン。もちろん他のシーズンよりはそうなのですが、やはり任天堂エリアの人気はまだまだ健在で、任天堂エリアだけは局地的に少し混んでるようです。任天堂エリアといえば、ついに米国のユニバーサルスタジオハリウッドにも任天堂エリアが2月17日にオープンします。テクニカルリハーサルがすでに開催しており、すでに一部のゲストは先行して体験しています。日本人としてもなんだか嬉しいですね。9時50分インパジマした。この日の実際の開園時間は8時30分です。開園から1時間が経つパークは、すでに任天堂エリアが整理券対応。11時台と12時台を選ぶことができ、11時台は最も早くて11時40分の案内でした。さて、閑散期の USJ でおすすめのアトラクションはこちら。万年補欠じゃなくて、スペースファンタジーザライド。この時期は比較的空いています。しかもまだ確定ではないですが、1月31日の休止期間を最後に当分再開しない可能性があるので、念のために見納めをしておいた方がいいかもです。というのも、ドラえもんとのコラボが2月23日から始まるのですが、内容はまだ明かされていないものの、また XR ライドになるのではと噂されているのです。クリスマスツリーが撤去されていました。年を越しても粘り強くクリスマスしてる USJ ですが、さすがになくなっていました。グラマシーパークのステージはまだ撤去されていません。気になるのが、このグラマシーパークは3月1日からスタートするノーリミットパレードの特別鑑賞エリアに指定されています。しかしマップを見る限り、このステージの件には触れられてません。このステージを引き続きステージとして活用するのか、特別鑑賞エリアの一部として活用するのか、はたまた撤去してしまうのか、気になるところです。それでは今日も時計回りにパークを回ります。いつものパターンっすね。一応ザ・フライング・ダイナソーのロッカー工事の進捗確認と、アミティにも変化があったらしいので、それを確認しに行きます。あと、もうすぐハリウッドにも開業するので、せっかくなので任天堂エリアにも行きます。その前にノーリミットマーケットの様子を確認します。クリスマス限定フードも販売を終了しており、後釜には別のウィンターメニューが販売していました。ホットドッグはクリスマスメニューではないので、引き続き同じのが販売しています。それではジュラシックパークエリアに向かいたいと思います。現在のパークは閑散期なので、全体的には空いていますが、ハリウッドドリームザライドのような大型のコースターや任天堂エリアは局地的に混んでる印象です。それでも他のシーズンの土日に比べたらずっと空いているので、アトラクション生の方は今がおすすめです。10時20分時点での待ち時間は、通常が65分、シングルが60分。今回もロッカーの工事の進捗を確認しに行きます。あと、ロッカーの運用が始まれば、カメラを持ち込めないエリアも増えると思いますので、今のうちにビークルの写真とかを収めておこうと思います。ロッカーの工事の進捗ですが、ロッカー自体に簡単な装飾が加えられてました。あと、コンクリの床を掘り返しており、てっきりロッカーを並べるだけと思っていた工事でしたが、意外と大掛かりな作業になってきていて、ロッカーの正式な運用はもう少し先になるようです。ただ心配しなくても、世界観をより重厚にするような、あっと驚くブロックスだとか、そういう類は設置されてなかったです。シングルライダーの列は、階段前からスタートでした。
まあまあ待ちますね。さて、ゴマスリバードに乗った後はジュラシックパークザライドに乗りたいですよね。ただ、残念なことにアトラクションはリハブ中でした。喫煙エリアからは水を抜いている姿が見えます。このアトラクションはアトラクションという設定なので、多少こういうのが見えても OK なのがいいですね。マイフレンドダイナソーは1月9日に終了しました。スピノサウルスのステージも昨年末に撤去されましたし、ここも随分すっきりしました。後釜のアトモスが気になりますね。できれば恐竜は友達とかじゃなくて映画と同じようなスリリングなのがいいです。さてさて、アミティの方で最近変化があったらしいので、それを確認しに行きます。アミティロードウォークゲームの景品のサメが復活していました。昨年はあまりの人気で在庫がない状態でした。うちの家にもいますが、やっぱり可愛いです。バケツから顔を出してる姿を見ると購買意欲をそそられます。こうしてこのゲームコーナーに沼るパチンカスを乱走するんでしょうね。私もまんまと溶かされました。可愛い顔して実に恐ろしいやつです。続いて向かったのはアミティアイランドギフト。こちらは新作のジョーズグッズ。サメが腕にかぶりついたリストバンドになります。正直ぬいぐるみ部分がすごく邪魔そうな印象もありますが、パーク内で身につけるアイテムとしては良いと思います。ジョーズは古参の割に新グッズ開発が抜かりないのがいいです。隣に売っているのは同じく最近登場したもの、謎のシリーズサメ人間がぬいぐるみになっています。てなわけで今回もお約束のジョーズに乗ります。この日のショーツはこんな感じ。細かいエフェクトの不発はあるとして、頭を出すサメが3体とも浮上するだけで動かないのがきついです。特に最初の2つはともかく、送電ケーブルを加えているサメは浮上している時間が長いので、初見のゲストにも怪しまれるほど明らかに動いていないとわかります。浮上するだけで動かないか、どういう状態か。ちょうど昨年末に YouTuber のエスポワールトライフさんが USJ とコラボしていたのですが、その際にジョーズも体験されており、偶然その様子が映っていました。ここ数ヶ月はずっとこんな感じですね。まあただ調べたところ、ジョーズが最後にメンテナンスをしたのは昨年の6月16日のようで、半年間も水中に潜ってたらまあ動かないのも仕方ないかもです。次回のメンテナンスは2月22日から3月16日。ここでしっかり治ってほしいです。12時35分になったので、任天堂エリアに行きます。ハリウッドにも2月17日にようやくオープンします。すでにテクニカルリハーサルがスタートしており、一部のゲストがすでに体験しています。任天堂エリアの感想ですが、やはり局地的に混んでる印象です。キーチャレンジの待ち列も長く、結構待ちそうでした。キノピオカフェは整理券対応ではないものの70分待ちでした。おそらく入店までの待ち時間なので、料理が来るのはさらに待つと思います。アトラクションの待ち時間はヨッシーアドベンチャーが60分待ちで、マリオカートが通常が100分、シングルライダーが45分待ちでした。ではシングルライダーでマリオカートを体験します。時刻は12時50分。実際には何分待つのか測ってみます。
わずか45秒でプレショー後の部屋に案内されました。早いですね。ここでバイザーをもらいます。当たり前ですが、プレショーをスキップしてるのでゲームの操作方法などは知っている前提になります。しかし早いと思ったのもつかの間、乗り場までの階段のところで列がピタリと止まりました。階段にシングルライダーのゲストが溜まっているようです。ここの人数が少ない日はきっともっと早いんでしょうけど、結局この日は階段のところで30分ほど待ちました。入り口の案内ではシングルライダーは45分待ち表示だったので、まあ一応は15分ほど早かったです。ただシングルライダーあるあるの実質待ち時間ゼロみたいなことはこの日はなかったです。やはり任天堂エリアだけは局地的に混んでいる印象です。それでは今回の動画はこの辺で。それではさよなら、さよなら、さよなら。